つも医学 TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私、医学の平山雄太です。よろしくお願いいたします。今回は開放弦を使ってチューニングする方法その2を解説していきたいと思います。一つの弦だけをチューナーを使ってチューニングをして、それ以外の弦につきましてはチューナーを使わずにチューニングをしていく方法を解説していきたいと思います。このチューニング方法を得すると、演奏中に万が一チューニングがずれてしまった場合でも落ち着いて対処ができるようになります。ぜひこのチューニング方法を習得して一ランク上の演奏を目指していただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは開放弦を使ってチューニングする方法その2について解説していきたいと思います。で、今回のチューニング方法も、2弦アーセンのチューニングだけはチューナーを使ってチューニングを完了した後の状態になっております。ですのでアーセンが基準音だと思ってください。この音が基準です。今回のチューニング方法につきましては5フレットのところがとても重要になります。このラーの音とオクターブ高い音というのは1弦の5フレットと2弦の開放を鳴らしたときにオクターブ違いの同じ音が出ます。で、同じように、2弦の5フレットと3弦の開放弦を鳴らしてみるとレの音ですね、オクターブ違いの同じ音程が出ます。最後に、3弦の5フレットと、4弦の開放弦、ソの音ですね、同時に鳴らしてみるとオクターブ違いのその音が同時になります。今回はこのオクターブ違いの音色の音のうなりを聞きながらチューニングをしていく方法を解説していきたいと思います。今回についてはですね、アーセンが合ってますので 1,3,4 弦という順番でチューニングをしていきたいと思います。それでは1弦からチューニングをしていきたいと思います。今ちょっとチューニングを下げてみましたということで鳴らしてみます。はい、音が完全にうなってますね。はい、とても低いです。ですのでまずはこのチューニングをやっていきたいと思います。オクターブ違いなのでね、今までより少し難易度が高いですけども、注目するべきは音のうなりです。はい、だいたいチューニングが合いましたね。はい、続いて3弦チューニングしていきたいと思います。3弦も少し音程下げてみました。確認しています。はい、音がうなって聞こえてるのは分かりますかね。アーセンの5フレット目のレの音を基準音にしながらチューニングしていきたいと思います。3弦がチューニングできました。アーセンの、ね、基準音が少しずつ下がることがありますので、アーセンの基準音についてはチューナーを使って随時ズレがないかを確認してください。それでは、4弦をチューニングしていきたいと思います。4弦をチューニングするときは3弦の5フレット目を押さえて4弦の開放弦とチューニングをしていきたいと思います。まず音程鳴らしてみます。はい、音が鳴ってますね。はい、ですので3弦の5フレットの音を基準音にして4弦のチューニングをしていきます。はい、これで大体チューニングが合いましたね。かなり集中力のいるチューニング方法でございました。このチューニング方法ができると本番演奏中万が一チューニングが出てしまっても落ち着いて対処ができます。皆さんぜひこのチューニング方法を取得してください。以上で解説終わります。はい、ということで開放弦を使ってチューニングする方法その2でした。いかがだったでしょうか。その1の動画についてはすでに公開をされております。基本的に実施していることは同じなんですけども、押さえてるフレットの場所が違います。どちらを採用していただいても大丈夫なんですけども、まずはお客様のやりやすい方法から取り組んでいただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。